We are now arriving at Tokyo DisneySea Station. Please exit to the left.東京ディズニーシーステーションにやってきました。ですね、ゆっくりアクアスフィアを眺めたいところなんですが、時間がないのでミラコスタに直行します。予約の時間まであと6分です。ここからミラコスタに行くには、こちらのミラコスタ改札、ここから行くと早いですね。いやー、ミラコスタに来るとなんかホームに帰ってきた感がありますね。謎の安心感があります。はい、ミラコスタやってきました。ですね、シルクロードガーデン、どこにあるんだろう。あれ、やばい、ちょっと場所が、あ、場所超簡単だったレストランオチアノとシルクロードガーデン、どちらですか。シルクロードガーデン、はい、ありがとうございます。これオチアノって書いてるのか、これオチアノ、そう、読めなかったシルクロードガーデンです。初めて来ました。はい、いい感じですね。あ、はい、決まってないんですけど、コースがあるんでしたっけ。はい、上の方ですね、先にですね、コースにもご用がありまして、久しぶりにもご用になってます。はい、コースの内容が決まったもの、なんかすごいドリンクです。甘い、チンタオビールです。あ、はい、乾杯。いただきます。これから行こう。カニですね。おいしい。これは確か阿波踊りですね。あ、おいしい米食べたくなりますね。これは確かサワラって言ってたと思います。あ、おいしい、うん、おいしい。ビールと合いますね。取れない取れないぞ取れないぞ。はい、これは分かんないですけど、お肉ですね。めっちゃうまそう。
美味しい。いやー、この皿全部美味しかったです。はい、こちらプースーですね。美味しそう。菜の花のスープって言ってたかな。やばい、めっちゃ美味しい。これは二日酔いの時に飲みたいスープですね。はい、ごちそうさまでした。スープめっちゃ美味しかったです。はい、こちらイベリコ豚の唐揚げで、これはマンゴーらしいです。酢豚的な感じですよね。なんかめっちゃうまそう。ねっとりしすぎて。はい、すごいですね。ここの酢豚はパイナップルじゃなくてマンゴーなんですね。こういう感じか。いや、私結構酢豚にパイナップル入れるの好きなんですけど、マンゴーもありですね。うん、これもめっちゃ美味しかったです。はい、チンタオビールおかわりしてしまいました。乾杯。あ、うまい。はい、ついに来ました。伊勢海老と海鮮湯葉巻きの煮込み。まあ、ディズニーといえばエビですよね。これがエビかな。エビからいきましょう。箸で持つのが難しいんですが、うん、うん、美味しい。プリプリですね。で、これが海鮮湯葉巻き。海鮮湯葉巻きって何でしょうね。いただきます。うん、こっちもエビ入ってました。エビだらけですね。エビですね。おいしい。最高でした。はい、こちら季節の五目チャーハンです。めっちゃうまそう。いただきます。お、あ、これうん、やばい、おいしい。これはひょっとすると日霊の冷凍チャーハンを超えてる可能性がありますね。お、アサリが入ってる。結構具沢山ですね。はい、チャーハン食べました。美味しかったです。この後のデザートの前にお茶をいただきました。落ち着きますね。今月の特製杏仁豆腐です。別途500円かかります。ちょっと奮発しました。やばい、うまそう。めっちゃめっちゃプルプルですよ。それではこれは何で食うんだ。フルーツから食おうかな。これいちごパイン、これなんだ、メロンか。うん、もう美味しい美味しい美味しい。杏仁豆腐が美味しいぞ絶対。これは何でしょうね。ビーツですかね。いただきます。うん、何か分かんないけど美味しい。
てかなんか下になんかあった、小豆かな、小豆が入ってました。やば、はい、完食しました。美味しかったです。ごちそうさまです。はい、お会計が改めてディナーコースとカクテル、チンタオビール2杯プラス500円の杏仁豆腐で1万2900円でした。はい、シルクロードガーデン食べてきました。美味しかったです。それではですね、トイストーリーホテルに戻りたいと思います。